今年5月、自宅で大麻を所持していたとして大麻取締法違反の罪に問われている柳川市の元消防士の男について佐賀地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました起訴状などによりますと当時、福岡県筑紫野市に住み柳川市消防本部に勤務していた元消防士の22歳の男は今年5月、 自宅でタバコ状に巻いたものなど乾燥大麻およそ6.02グラムを所持していたとして大麻取締法違反の罪に問われていますきょうの判決公判で岡崎忠幸裁判官は大麻を複数回にわたって入手、使用していて大麻に対する抵抗感の乏しさが認められるとして元消防士の男に対し懲役8か月 執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました裁判では被告がヒップホップの影響で大麻に興味を持ち今年1月から友人たちと吸い始めたことや今年3月に SNS を通じておよそ9万円分の大麻を入手したことなどが明らかになっていますこの事件は佐賀北警察署に情報提供があり佐賀県警が捜査を進めていました